どうも皆さんこんにちは、茶番部の抹茶です。今回もワールドオブファイナルファンタジー実況続きやっていきましょう。パート5になっているかなと思います。はい、ということで、前回洞窟で、ミラージュを集めながら奥へ奥へと進んできたわけでございます。この奥にね、見える赤い鎖、この場所がなんかテリトリーと呼ばれる機械で、エリアで、この中で倒されると、普段だったらそのままこう元のなんて言うんでしょうね、リスポーンができるんですけども、それが負荷になる、ゲームオーバーになってしまうということなので、ちょっと注意して進んでいくと行けばいいよという話だったので、中行きましょう。このテリトリー内のモンスターは、倒してもジム化できないらしいです。ただその代わり1回倒すとこの鎖が外れるので、2回目倒した時にジム化のチャンスがあるよということでしたね。倒した時なのかな。奥へ行きましょう。さあ、手と手と歩いていきまして、なんじゃこりゃ、宝石が3つもあるね。気をつけて。地震が。氷と？なんだこれ。あ、イフリートとかそういうやつかもしや。めちゃくちゃ強いんじゃないの？ちょっと真ん中の人僕知らないんだよな。左の人が誰？ラムーね、真ん中が。ここに入り込むような物好きを見に来たのじゃが。ラムーさんね。はて、イフリート、あら、シバ、久しぶり。久しぶり言うてるよ。友達じゃない、もしや。おお、ガキども、息災、元気じゃったかみたいな感じになってますが。息災って誰がガキだ。そういうところがガキだっての。まあでも、そもそも私らまだガキで間違ってないわよね。うん、変わらぬようだな。めっちゃ仲いいじゃん。変わらぬようだな。あ、なんで笑ってるんだ。ランがバカだからでしょ。まあそれはたまに置いといて。置いとくの？どこの棚？私たち知り合いだったみたいね。覚えてないわけですが。覚えておらんじゃ。そうなんだよ、覚えてないんだよ。お呼びがないと思ってたけど。ならば話は一つ、これまでの関係を仕切り直させても。おっと、ゼロにしていくスタイル。再び我らを従えたければ、我ら三人に力を示せ。示せ。待て待て、鳥がいいな。お前も相変わらずせっかちじゃの。なんだラム。キャツラをよく見ろ、だいぶ前と違うようじゃぞ。え、ほんと前よりずいぶん、あれかもね。あれって何？ランを見ればね、仕方ないのです。仕方ないのです。あれ見の目。あれか。だから何？そうね。なら私たちの中から一人選ばせてくれるのがちょうどいいかしら？うん、そうじゃな。どれ？わしらの中から一人選ぶ。三人はまださすがに手が余ると。何？相変わらず差し戦うんだろ、ここで。今のあんたたちだと、私たち3人相手は2が重いってことよ。でも逆に言うと、1人はちゃんと戦えると見てくれてるんだね。どうも。さてと、じゃあ。だからって何？ランはマジでバカキャラなのね。さあ、個人的にシバちゃんがすごいいいので、好きなのでシバちゃんやります。私と遊ぶ？氷属性かっこいいよね、何より。身も心も凍らせてあげるわよ。はい、やっていこうぜ。さあ、シバちゃんと戦っていきましょう。力を示せ。照り寒くなってきたのです。あれかどうか試してみろ。結構気にしてんだ。ちょうどあれですね、火属性が使えるんちゃうか。あのクポが、クポじゃねえ、あのなんだっけ、あのひなピクミンじゃなくて、ひなチョコボがいるからと思ったんですが、土って書いてあるな。一旦ライブラで様子見るか。情報を確認しましょう。弱点等を確認していきましょう。ジム化することができない。まあ今はね、2800も体力あるんだ。サイズは L と、で火にやっぱり耐性がないですね。火となんか闇マークに耐性がないようです。で逆に言うと氷になんかすげえ耐性を持ってますね、さすがにって感じか。では戦っていきましょう。キツネビという攻撃があるので、これが通りそうですね。これで、さあ、なひのこ317回攻撃すればって感じかな。
さあブリザード127ダメージ、体力の5分の1ぐらいを持ってかれるのかな。土属性は普通だったから、まあ、使っていこうか。通常よりもこっちの方がいい。多分技だから通常攻撃が強いと思う。さあ130ダメージ。さあここはもう、あ、闇があるじゃん。惑星ハーモナイズ闇、これ使ってみようか。もらった。闇もなかったよね。耐性が泣きどころ248。あ、こっちの方が AP の消費が少ない割にダメージ同じぐらいなんでかなり強いですね。さあお相手の攻撃ブリザード、これも泣きどころなんだね。弱点なのか。こちらはひたすらつついていくわけですが、頭突きという攻撃があるんだね。これもやってみましょうか。115。ランクン側は、ひたすらにこの属性ハーモナイズ闇を繰り出して決める。いけ。これで合計今700ぐらい減ってんのかな。3分の1ぐらい削れてるかもしれませんね。でレインちゃんは頭突きを連呼、レンダー使った。もらった。いけ。さあバシバシ叩いていきまして、敵、ああまた使ってる。結構荷が重いね。確かにこう考えると HP かなりの割合で削られてくのに、こっちの攻撃全然当たらないみたいな。しかも AP の消費だけは刺さってるみたいな、入ってるみたいな。決める。いけ。ちょっと早回しにしていきましょうか。結構長くなってきた展開が。ダイヤモンドダストめちゃくちゃ強そうじゃない。130が、ここは一旦アイテム使っ、もう一回耐えるか。もう一回耐える。なんなら追い越してアイテム使えるはず。ここで、いや、ちょっと挑戦するか。もう一回あの技来なければ耐えるからな。オーケーオーケー。3よし、ここで HP 回復をしましょう。アイテム、ポーション、まずランからかな。 HP 激ロでしたからね。ポーション、ちょっとポーション多めに持っといてもいいかもしれないな。無理やりヒールできるもんね。さあここからまたダメージを与えていきましょう。さあ泣きどころ375音入ったね。結構な火力ですよこれ。倒すさ、もしや。ま、こんなもんだな。よし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 、いいですね。順調だぞ。さあこれで芝を従える準備ができたって感じなのかな。まあ今日はこんなところじゃろうな。ちょっとは楽しかったわよ。余裕だね。ちっこくなっちまったな。ほっとけ、これから大きくなんだよ。ではまた会おう。またいつか会うとしようか。そうだね。それじゃあね。これで鎖がなくなるのかな。あれ、これって、それはなんだ。ガーデンジェム。いや、そこを聞いたんじゃないから。ああ、さっきのミラージュたちはジェム化していないので、カレンちゃんがするミラージュをプレゼントしてくれたみたいなのです。なるほど、ちょっとだけ認めてくれたってことね。やったじゃん。ブリザのガーデンジェム。かわいい、かわいらしい氷の妖精。氷属性の魔法が得意で寒いところも大好き。名前をつけない。かわいいね。いや、このワールドオブファイナルファンタジーかなり可愛い子が多くていいですね。変身か。ふん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 。なるほどね。変身化させた方が強いと。ただあれか、サイズがあるのか。へえ。専用技、目からビーム。ミラージュ固有のアビリティもあると。そういうのは共有にならないので注意なのですとか。うん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 。ネブラのミラージュは解放され、仮面の女、時が再び動き出す。なんだなんだ、急にしれっと出てきましたね。じゃあバハムート軍の襲撃に備えて一旦コーネリアの町に戻ろう。
入り口まで戻るのか。機関のあれが出そうだけど。ならすぐに戻れるのですよ。エリアのボスが消えた後ならその場所にリターンゲートを作れるのです。ポン出た。ここからナインウツヒロに戻ってコーネリアの町に行けば、うんうん、最短ショートカットできるわけね。近道ショートカットってやつだな。それは近道をさらにショートカットするのですか。まさか近道そのものをショートカットなのです。そこは論点なんだか。もうそれ近道じゃなくなってると思うよ。ボキが2人いるんだよな。はい、ということで今回はネブラの洞窟最後まで行きましたね。無事シバちゃんを倒すことができました。ちょっとポーション2個使っちゃいましたが、はい、ということでちょっと次回、コネリアの町に戻ってバハムート軍の襲来に備えるということだったので、まあこの後戻っていきましょうということで、今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。